どうも激辛順位です。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今回なんですけど、丸源ラーメン西新井店さんに来ております。まあ、おなじみの、まあ結構これ3回目ぐらいになると思うんですけれども、今回もですね、丸源さんの、辛いメニューを紹介していきたいかなと思います。今回のメニューが赤辛ちゃんぽんと言われるもので、最近始まったばっかなんでね、まあいろいろ話を聞くと、まあ、うま辛ちゃんぽんになります。はい。まあ今日はね、別にそこまでその激辛っていうわけではありません。こういうこと言うとね、なんかうま辛程度かよと、激辛、悶絶するような激辛動画が見たいとか、そういう声が聞こえてきそうかもしれませんけれども、幅広くね、そういう辛いメニューを幅広い人たちにね、楽しんでいただけたらなと思います。なので今回の動画はですね、わりかしね、ピリ辛好きな、方にお送りする、そんな動画になるかなと思います。食べた人の感想を見ていこうかなと思ったんですけど、なぜね、スタートが3月5日なもんでね、全然、やっぱね、この情報がね、全然食べた感想が、出回ってないということでね、食べた見た感想をね、ぜひ参考にして、この丸源ラーメンの、赤辛ちゃんぽん、食べてみてはいかがでしょうかということで、早速行ってきましょう。レッツゴー。こちらありましたね、青菜野菜赤辛ちゃんぽんということで、一応ね、なんかこれ東海市マークが3つフラグが立ってるんですけども、まあこれ、まあこの一応なんかこのね、なんかラーメンシリーズとか辛いシリーズの中でも、まあ一応辛い方とかなっておりますけれども、ちょっと説明書きにはですね、うま辛程度の辛さになっておりますのでね。美味しそうですね、こちら。いただきます。さあ、丸源ラーメンさんの赤辛ちゃんぽん、お手並み拝見です。こんにちは。さあ、それではスープからいっていきましょうかね。これは美味しいわ。うま辛い。これ野菜とかこのね、肉のうまみがこのスープに凝縮してます。これは野菜がたっぷり入ってて、こうあっさりした味になってます。これはいけるな。魚介のうまみが確かにスープに染みますね。じゃあちょっと麺も絡めていきましょう。これハマるわ。冒頭申しましたけど、このね、まあうま辛程度の辛さですけども、前回とか食べたこう超麻辣担々麺よりか全然こっちの方が辛くはないですけど、味はね、今まで多分丸源ラーメンでいくつか動画上げてきましたけども、一番味はこれが好きですね。僕好きだこれ。しかも野菜たっぷりなんでね、食べやすい。最高だわ。まあ、確かにこうピリッと辛いですけど、たまらないね。これおいしい。丸源シリーズ板辛台湾ラーメン超麻辣担々麺で、今回3本目のこの赤辛ちゃんぽんですけど、味は赤辛ちゃんぽんが僕個人的には一番好きですね。これうま辛ですけど、これはたまりません。スープもごくごく進みますね。さあ、それでは半分ほど食べ終わったところで、ここで追い辛タイムといきましょう。さあ、今回は、泥鯛ラー油野沢菜じゃありますけれども、まあ、この辺は足していきたいかなと思います。あと僕はちょっとニンニクが好きなので、この揚げニンニク、こっちの方も足していきたいかな。揚げニンニクと泥鯛ラー油とこの3つ出していきたいかなと思います。さあこれをグリ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 溶かしていきます。もともとの赤からちゃんぽんでもうね、これね、完成された味がありますからね、まあ、個人的にはね、全然別に足さなくても、足さない方がいいかなと思いますね。普通に美味しいです。うん。すごい野菜がいっぱい。まだこんなのあるよ。これはたまりません。さあ、あっという間に残りスープのみとなりましたので、残りましてこの激辛バトルに切り替えたいと思います。よいしょ。魚介がいいね。ごちそうさまでした。はい、今いただきます。ということで、さあ、辛いもの食べ終わった後、このソフトクリームでお口を癒しましょうということで、いただきます。最高だね。大好き。それでは辛さレベル発表していきましょう。丸源ラーメンさんの赤からちゃんぽん、辛さレベルじゃんじゃん、辛さレベル3でーす。はい、3ですということでね、まあ冒頭申した通りこう旨辛程度の辛さなんですけれども、非常にねこの野菜、そして魚介のね出汁が染み出すスープ、これはねたまらなく美味しかったです。今回こう丸源ラーメンさん3本目の動画なんですけれども、3本中ね一番これ僕好みの味でした。個人的に一番美味しかったです。比較的ね辛さも穏やかなのでね、辛いの苦手な方でも、挑戦できるメニューかなと思いますので、ね、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。まあ、もしねその辛いのきついなって、食べ終わったらちょっときついなっていう方はね、こういったこのバニラアイスでこう乳製品を摂取することで、ね、結構こう辛みを和らげられたりとか、しますのでね、ぜひ、参考にしてみてはいかがでしょうか。辛さレベル別に動画を分けてますので、ぜひですねそちらの方を参考にしながら自分好みの激辛メニューを挑戦探してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画の中ではグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ等々更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。